よし。薄い当たりが。いやいや、もうベストプレイスだから。並木ちゃんとトシミは本当に喜ばないね、自分のこと。厳しいですね。もっと喜びましょう。セーフ、オッケー。パーティーの手が引っ掛けたっつってるし。セブン or six you。 オッケー。迷ったら選んでくれる。今迷ったです。7番ヤンかユーティリティか6ユーか。7番ヤンで、あのバンカー方向で。ゴーゴーゴー。全然一緒。オッケー。 Thank you。 80ヤードぐらい。ゴー。あー、開いた開いた開いた。スリアーン。今フライヤーでしたから。本当ですか、うん、私が、うん、そんなフライヤーなんかしましたよ私でも。するする全然。嬉しい、初フライヤーかも。でもちょっとラインが違う。ストップ。よく打ちすぎました。これ入れたいな。違う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 。ちょっともう一回、すいません。あー、オッケー。ボギー。あ、ボギー。オッケーオッケーオッケー。わざわざ戻って今来てくれました。優しい。ベストキャディだからね。Yes。インディスコース。ナンバーワンキャディ。130なのですが、フォローです。あら。とりあえずアイランドに乗れば OK。お、これいいよ。Go。上行け。あ、行ってるわ上まで。Go。全然行ってる行ってる。ナイス。やっぱキャディーさん、ナイスキャディー。いいんだこれで。いや、私ちっちゃいと思ったんですよね。いやいや、いいでしょ、当たりも良かった。これでいいんだ。そう、私より知ってるよ。すごい。だって130だったら私 U とかでもいいかなと思ったんですけどね。登って下りもあるって。ちょっと寄せます。ゴー、ストップ。オッケーオッケーオッケー、セーフセーフ。セーフマネジメントね。ライトインサイド、オッケー。オーマイガー、オーマイガー。インサイド行ってなかった私。オッケー、ボギー。でもボギー取ればいいんですよね。いける、頑張ればベスト。はい、頑張ります。忘れよう、今の。忘れます。How long is your drive? 160. Yeah. 手前なら90なんですよね。それは厳しいね。キャディさんも前の方がいいって、うん、そう思います。だってベストスコア見たいもん。はい、じゃあここは16番280ヤードは私は手前に落とします。そう、クリークがクリーク越えるには160っていかないといかないんですね、絶対に絶対に。でもうアゲインストなんですよ。そうね。なんで今キャディーさんと話したら、うん、ベストコースマネジメントで行くと手前、手前なんで90ヤードいかないまでしか打っちゃダメっていうことで、うん、OK。 GO。 あー、 OK。 ちょっとちょっとちょっとミスちょっとミスした。オッケー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 。あー、セーフマネジメント。並木ちゃんがパー4でティーショットピッチングで打つなんて初めてじゃないの。初めてです。これキャディーさんいなかったらドライバー打ってますね。で入ってます。じゃあ頑張ってキャディーさんのためにも、はい、ボギーを取ろう。ボギー取ってきます、はい、ピンまでは全然200あるんですけど、もちろんそこ狙ってるんじゃなくて、これ超えるのは110なので3マウントで。Go! 最高だ。わー、ラッキー。
ナイスエラ。あのエラさん、キャディ。ピンまで40ヤードです。ね、ここまでいいマネジメントできました。いいマネジメントできました。なんでピンよりも左サイドに落とすイメージで。56度でいきます。あ、左すぎ。あ、キック。あ、残念。惜しい。Thank you。でも OK。ちょっとあのちょうどマーカー方向で行きたい。いやーこれなんか微妙なんですよね。ちょっとトップしないように頑張ろう。お願い。オッケー。あーちょっとでも微妙な球残りました。 Thank you。 ライトエッジこれぐらいかな。うん、これ入れたい。ダメ、やばい、入れます。あ、ダボ。あ、一個へこまさなきゃ。どっかちょっとさっき、そうですね、ダボ叩いちゃってるんで、その分ちょっとへこましたいなと。8番でいきます。お、これすごいいいよ。風で飛びすぎ。おー、ナイスだ。おー、完璧だ。 Thank you。 もうですね、8番を持った瞬間、ナイスチョイスって言われました。よかったです。1番手下げた感じじゃん。下げてます。私だったら絶対いつも7番ぐらいで打っちゃうんですけど、8番にしてます。ナイス、ありがとうございます。よし、ここはちょっと寄せましょう。そうね、はい。ゴー。はー、悔しい。ナイスパー。よし、これはでかいよ。 Thank you。 よし、ベストスコアに近づいた。 Thank you very much。 最後だ。で、私はあのちょうど黄色マーカーのさらに奥に赤マーカーありません？あ、赤ポッチ。赤マーカー方向、はい。大丈夫？オッケー。イエーイ、ありがとうございます。 Thank you very much。 ピンまで140。はい、5番ウッドでフォロー。あ、It's OK。 ストップ。セーフ。危ない、危ない。ビフォーバンカー。ビビ。危なかった。あ、ビビ。ビフォーバンカー。フィリピン語。残り25ヤード。はい、で、ちょっとあのピンフラッグの影らへんって。よし、頑張ろう。これだけ頑張って。スビック。あ、やっぱこれ難しかった。難しいね。そう、同じだね。ちょっとだから強めに打ったつもりだったんですけど。はい、ツーパット、ツーパット。上り。ゴー。曲がってもっと。ああ、微妙。いやいやいや、大丈夫大丈夫。でもあれ入れないと。大丈夫。ナイス。やった、やったやった。
席。ありがとうございます。本当に。すいません。あ、嬉しいね。ね。はい。ナイス。ということで、はい、追加でキーホル…あ、ごめんなさい。トシミンとその後キーホル回ったら、なんと、はい、ベスト出ました。ナイス。最後のパット緊張したね。はい。なんとか入って、前半44、うん、後半も44。うん。だから88でした。いや、ちょっとなんか、ね。何年前かの並木ちゃんそう見てきてるからなんかすごい不思議な感じ。そうですよね、うん、いつもベスト更新するときやっぱトシミいるのですごいトシミにも感謝だし、あとやっぱこの恵まれたこの環境、うん、フィリピンの、うん、まあそうです、メンバーにも恵まれたっていうのも本当にありましたし、うん、あとなんといってこの気候と、あとやっぱキャディさんが、キャディさん本当にすごい、Thank you very much。 あとね、なんて言うんだろう、あの言い方あれだけど、私たちはほらみんながさ乗せたらさナイスとかっていう癖もついてるんだけど、うん、みんなおしとやか、そうナイショって言ってくれる、私たちよりみんな若いのに、そう癒し系ナイショって近くで言ってくれるから、はい、なんか回っててなんか気持ちいい。逆に言うと、あの今日キャディーさんにおんぶに抱っこにさせてもらって、うん、コースマネジメントもやってもらったわけじゃないですか、うん、ってことはコースマネジメントがやっぱできてないんだなっていうのを感じました。はい、なんか無理してるんだなって思ったので、うん、そこを今後勉強に。でも結構洋芝でも88、私も今日80、まあなんとか7で回れたけど、プライズも2オーバーでした自慢しないでください。え、本当この洋芝ってだって普段絶対やらない芝だと思う、うん、でもあとやっぱちょっと先ほどお話聞くと、うん、ちょっとあの乾燥してるから飛ぶ、うん、ちょっと日本より飛ぶのかな、うん、それもあったりで、私は飛距離とコースマネジメントかな。そうだね、そこを頑張りたいなと思います。はい、ここでベストはあまり出さないって聞いたんですよ、うん、出させないコースって聞いたんですけど、ほらうなずいてらっしゃる、うなずいてらっしゃる、ここはねベスト出ないらしいから、そうなんですね、記念に、いい記念ができました、思い出ができました、思い出が1日目にして、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、ナイスプレー。じゃあこの後も楽しみましょう、ね、フィリピンゴルフを、はい、皆さんありがとうございました、ありがとうございました、合宿頑張ります、頑張ります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。そして SNS もやっておりますので、ぜひフォローしてください。バイバイ。